皆さんこんにちは千葉工業大学の藤井金利ですこれより建築耐震構造ゼミナール実験2023の報告をいたしますこのゼミナールでは構想建築物の耐震設計をテーマとした課題を行います まず3人1チームで17階建ての高層建築物を設計しますついでそれをバルサ材で製作しますついでこれを振動台という地震の揺れを再現する装置で揺らしてどこまで耐えられるかを調べます模型の概要はこちらです縮尺はおよそ100分の1程度とします 平面は一辺が20センチメートル四方の正方形。高さは90センチメートルとします。階高は最下層が10センチメートル2層以上では5センチメートルで17階建てとなります。イメージとしては20メートル四方で高さ90メートルの高層建築物です。使用できる材料は 4mm かける 4mm の正方形断面のバルサ材の角材です。 接着は瞬間接着剤を使用します。なお土台部分は合板を用います。柱や木そばりは合板に直接接着することとします。この模型にそれぞれで自信に耐えられるよう柱とブレース材を考えて追加してもらいます。そして各チームで製作前に模型に必要な本数を申告してもらいます。ただし、 コーナーから 50mm の範囲は、筋械や柱を入れてはいけないこととします。これだと、室内からの眺めは良くなりますが、その分、構造的には厳しくなります。実験の時には、時刻み図に示すように、2、5、8、11、14、17階に重りを設置します。この重りは、1枚あたり 600g で、 これを模型の外側に2枚ずつ設置します。5回の加振で倒壊しない場合は、さらに1枚あたり600グラムの重りを同じ回に2枚ずつ設置します。重りの全重量は最初は7.8キログラム、追加後は15.6キログラムとなります。これから実験方法の説明です。 はじめに模型を振動台に固定します模型はこちらのように土台の板を板で挟んで固定します次に重りを設置します2本の棒材を模型に通し外側から重りを固定しますネジを締めることで重りで模型を挟むような形になりますそしてこれを振動台で加振しますその揺れを 重りに設置した6個の加速度計で計測します過信計画ですはじめに重りを 7.8kg 乗せて実験を行います LAN1 から LAN5 まではこちらの通りです最初の3つはスイープ過信後の2つは振動実験用に大きさを調整した地震記録です ラン5の時点で模型がまだ倒壊していない場合、重りを 15.6kg に追加して実験を行います。最初の2倍の重さになります。LAN6 から LAN7 は、先ほどの LAN4、LAN5 と同じ波を用いることとします。LAN7 でも倒壊しない模型があった場合に備え、 今年度は追加用として 320g の重りを12個用意しておきます。今年度は以下の方法で総合点を求めて順位付けを行うこととします。総合点 Y は X1 と X2 の2つの点数の積として求めます。ここで X1 はこちらの式から定める耐震性能点で実験結果より定めます。 ここで、N はバルサ材使用本数、NE は倒壊しなかった過信回数です。最後に、JEI1 スターは倒壊しなかったランでの累積入力エネルギーです。したがって、X1 は過信に何度も耐えるほど高くなりますが、バルサ材の使用本数が多くなると低くなります。次に、X2 は投票点で、こちらは OB、OG による投票 から定めます得票数が1位のチームは1.3 2位は1.2 3位は1.1 4位は1.0となりますこちらが今年度の作品になります今年は3人チームを4つで競うこととしましたそれぞれのチーム名はチーム分けの際に使ったトランプから取りました これからチームスペードの実験ビデオを見ていただきます。このチームで使用したバルサ材は107本となりました。それではビデオをご覧ください。ああこれ

チームハートの実験ビデオを見ていただきます。このチームで使用したバルサ材は105本となりました。それではビデオをご覧ください。<music> 最後にチームクローバーの実験ビデオを見ていただきます。このチームで使用したバラサ材は105本となりました。それではビデオをご覧ください。 我我。 これから実験結果の,分析を行いますこの実験では振動台表面と重り位置での加速度を加速度計で計測していました。 この結果より振動論に基づき模型を等価一重度計に置き換えたと考えてこれの等価加速度 A1 スターと等価変異 D1 スターを計算します。この等価加速度 A1 スターは模型に作用する完成力に相当するものと考えてください。なお計算に際し模型の揺れのモード計は逆三角形と仮定します。 次いで模型の揺れのモード系が逆三角形と仮定したときの等価高さ H1 スターを考えます振動台表面から最上階床までの高さのおよそ3分の2となりますこれより等価な変形角 R を等価変位 D1 スターを等価高さ H1 スターで割ったものと考えることにします これで各ランでの模型の応答を見ていくこととします。最初はチームスペードです。これはラン1の結果です。縦軸が等価加速度 A1 スター、横軸が等価変位 D1 スターです。この結果を見るとラン1では右上がりの規則的なループを描いていることがわかります。 これに RAN2 の結果を重ねてみました。RAN2 では、等価な変形額 R の最大値がおよそ0.02ラジアンとなりました。実際の建築物で考えると、設計で想定する最大の変形レベルと同程度のイメージです。RAN3 の結果を重ねてみました。RAN3 の途中で等価加速度が大きく低下しました。 等価な変形角 R の最大値は0.03ラジアンを超えました。l i n 4の結果を重ねてみました。この模型は l i n 4の途中で倒壊に至りました。l i n 4の途中で倒壊したためここで行っている計算法では変異を正しく計算できなくなってしまいました。以上によりこの模型では l i n 3で大きく損傷した結果 ライン4にて倒壊に至ったことがわかります。次はチームダイヤモンドです。これはラン1の結果です。この結果を見ると、ラン1では右上がりの規則的なループを描いていることがわかります。これにラン2の結果を重ねます。ラン2では倒壊な変形角の最大値が0.02ラジアンを超えました。 これに LAN3 の結果を重ねます。LAN3 でもなお安定した挙動となりました。等価な変形角 R の最大値は0.03ラジアンを超えました。次にラ a n 4の結果です。ラ a n 4の途中で最下層が崩壊して倒壊に至りました。ラ a n 4の途中で倒壊したため、ここで用いている計算法では変位を正しく計算できなくなってしまいました。 以上よりこの模型では LAN3 までは安定した挙動であったことが確認できました。次はチームハートです。これは LAN1 の結果です。この結果を見ると LAN1 では右上がりの規則的なループを描いていることが確認できます。LAN2 の結果を重ねてみました。 ラン2では、等価な変形角の最大値が0.02ラジアンを超えました。これに、ラン3の結果を重ねます。ラン3でも、なお安定した挙動となりました。等価な変形角の最大値は0.04ラジアンを超えました。次は、ライン4の結果です。ライン4の途中で、最下層が崩壊して、倒壊に至りました。 ライン4の途中で崩壊したため、ここで用いている計算法では変異を正しく計算できていません。この結果より、この模型ではラン3までは安定した挙動であったということが確認できました。次はチームクローバーの結果です。これは lan1 の結果です。 この結果を見ると欄1では右上がりの規則的なループを描いていることがわかります。欄2の結果を重ねてみました。欄2では等価な変形角の最大値がほぼ0.02ラジアンとなりました。欄3の結果を重ねます。欄3では等価加速度がほぼ頭打ちとなりました。等価な変形角 R の最大値はほぼ0.03ラジアンとなります。 次はライン4の結果です。ライン4では、等価な変形角の最大値は0.04ラジアンを超えるものの、等価加速度の低下は見られませんでした。最後に LAN5 の結果を重ねてみます。LAN5 ではループが大きく不規則なものとなりました。以上により、この模型が LAN4 で等価を免れたのは、この模型の変形能力が高かったためであると考えられます。 これより各ランでの累積入力エネルギーの計算を行います。ここでは模型を等価な1 0度計と考えたときの累積入力エネルギーをこちらの式より算定します。ここで M1 スターは等価質量です。今回はラン1からラン5までを対象として 5.58kg と仮定します。次に AG は振動台表面の加速度となります。 各チームの累積入力エネルギーの計算結果をこちらに示します。なお、倒壊した l a では、累積入力エネルギーが正しく計算できないことから、ゼロとして扱います。l a 3では、チームスペードの値が他と比べて小さくなっています。これは、チームスペードの模型が、下進途中で最下層で、柱の脚部が剥がれてしまったことに起因すると考えられます。加えて、 ラン n 4以降ではチームクローバー以外はゼロとなっていますこれはチームクローバー以外の模型ではライン4で倒壊してしまったためです次に投票結果です研究室の OBOG の皆様にご協力いただいてこの模型がかっこいいこの模型は面白いというものを一つ選んで投票してもらいました ご協力いただいた OBOG の皆様ありがとうございました今回は最終的には10名の方より投票をいただきましたまず4位はチームダイヤモンドで1票でした2位が同点2チームでしたチームスペードとチームハートでともに2票でした最後に1位がチームクローバーで5票でした これより総合点の採点を行います最初はチームスペードですバルサ材の使用本数は107本累積入力エネルギーの合計は4.73ニュートンメートルでしたこれより x 1を計算すると4.42となります次に投票点 x 2は2だったことから1.2となりますしたがって総合点は 4.42×1.2 で5.30ポイントとなります次はチームダイヤモンドですバルサ材の使用本数は82本累積入力エネルギーの合計は6.96ニュートンメートルでしたこれより X 位置を計算すると8.49となります 次に投票点 X には4位であったことから1.0となります。したがって総合点は 8.49×1.0 で8.49ポイントとなります。次はチームハートです。バルサ材の使用本数は105本。累積入力エネルギーの合計は 7.99Nm でした。 これよりり X を計算するととなります。るとと7.61なま次に投票点 X 2は2位だったことから1.2となります。したがって総合点は 7.61×1.2 で9.13ポイントとなります。次はチームクローバーです。バルサ材の使用本数は105本。 累積入力エネルギーの合計は13.9ニュートンメートルでした。これより x 値を計算すると13.3となります。次に投票点 x2 は1位だったことから1.3となります。したがって総合点は13.3かける1.3で17.2ポイントとなります。 総合成績を発表します。第4位はチームスペードで5.3ポイント。第3位はチームダイヤモンドで8.5ポイント。第2位はチームハートで9.1ポイント。そして第1位はチームクローバーで17.2ポイントとなりました。以上で終わります。 最後までご覧いただきありがとうございました。